よし、返せ。バカ、誰が返すか、このクソガキが。って逃げとる。止まらないと撃つぞ。クソガキども、この町のミジンコになれ。珍しいもん見せてやっから黙ってろ。来い。そんなとこいて怪我しても知らんぜ。まだまだダブル A じゃな。しかし精進すれば E ランク以上になるじゃろうって。
どうしました？だがミーハーなお前だけが邪魔だ。トモリとユサだけにしたい。乗り移って窓から飛び降り怪我でもさせるか。へえ、キリンってああやって寝るんだ。そうなんです。キリンは寝るときに首をトグロのように巻いて、キリンがいるんですか。おりゃプレミアムアンパン。そろそろ決着。つけてあげるわ。もらった。探し物ってこれ？会計書類。綾崎さんには捨てといてって言われたけど。レミ、そんなこと言ってんの？ああ、あの時。レミ。水分を除いた服と人間だけを再転送するんだ。そうすれば一瞬で乾いた服に戻れる。失敗しても知らないわよ。これ誰か手伝ってくれませんか？うわ、臼井さん、ありがとうございます。どういたしまして。お礼は。うわ、これでいいよ。おい、スカートもねえんだぞ。それは超えちゃいけねえ一線だろ。絵面やば。あれ、これマキさんのだ。こんばんは、藤崎のばらです。それではこれからサッカー部と帰宅部の試合を始めます。諦めな、この子ちゃん。誰も俺を縛れない。それなら、さあ、さっきの子の子みたいに私を助けてください。にゃー、助けて。にゃー、困った子猫ちゃんだ。あの人超かっこよくない？本当だ、なんか
クラブ通ってるって感じだよね。声かけちゃおうよ。もしかしたら遊んでくれるかも。UFO を信じますか？しまった！一世一代の突飛な行動で相手の気を引く作戦失敗だ！変な空気を作ってしまった。どうすればブレイクダンスだ。ヘイヨヨヨヨチェックアウトマン。俺の順調、それは愛情。君の瞳に乾杯友情。俺のハートは徐々にエッグ。私には無理なんじゃ。手とか握るといいんじゃないかしら。あ、俺ゾンビっす。おそらく諸先輩方が頑張ったんだろう。隣はソーサー、わかるだろう。女子更衣室。ミネタ君やめたまえ。のぞきは立派な犯罪行為だ。オイラのリトルミネタはもう立派な犯罪行為なんだよ。ヤオヨロスのヤオヨロっぱい。アシトの腰つき、ハガクレの浮かぶ下着、ウララカのウララカボディに熱いの以外を。予想はついてるかもしれないけど、赤点の強化があった場合、赤点って何点ですか？そっから影山が息してません。日向、そこまで思い詰めなくても多分大丈夫だよ。俺、小テスト2桁以上の点数ほとんど取ったことないですけど、大丈夫ですか？自分と自分に。え、本当にバカ、史上最低のバカ。今日の俺も絶好調。金星の取れたスタイルの良さ、座っても歩いても絵になる動きの美しさ、さらに太陽のように光り輝くイケメンオーラ。
まさに完璧。